皆さんこんにちは、リポーターの佐々木千明です。本日は春日部にやってまいりました。ロードカンサンブルレモンの会春日部教室がこちらの春日部駅からすぐ近くの施設で行われているということで、本日もいろいろとリポートしてみたいと思います。それでは行ってきます。それは気をつけないとね。もうこういうふうに乗り移るときには覚悟してしっかりハンドルを持って。いえあおう、いえあおう、いえあおう。でもよかったわ。この前はね、暑さに伸びてる方が多いみたいで。後の祭りだんだよ。カラスメがアホーアホー
大口開いて泣いて消すから。自分に腹が立つやら情けないやらカラスに腹が立つやら忌々しいやら神様。ああね、そんなことがあったもんで、七年祭りの前夜には宮間の地区のおじ子は見沼に集まって、やっこい水に身を清め、ちびりとんでねえで祭りに参加しただとよ。玉七を流れる隅田川、その隅田川の東側を水神大橋から白重橋にかけ、梅若橋とか梅若公園とか、ね、梅若小学校、梅若幼稚園など、梅若の名をつけた施設が目立ちます。これはこの土地でわずか12、3歳の儚い命を終えた梅若丸という稚児の伝説にちなむものです。ところが比叡の山で学ぶ梅若丸が家に帰る道すがら言葉巧みに近づいた忍びの淘汰によって誘拐されてしまったのです。しかし今はの際に稚児は己の身の上を語り残しており、優しい心優しい里人たちはその亡きを葬った後に地下を蓋を築き、傍らに梅の木を植えてやりました。それでは朗読アンサンブルレモンの会春日部教室、おなじみの伊藤先生からお話をお伺いしたいと思います。伊藤先生よろしくお願いします。こちらこそ。それでは早速なんですが、こちらの教室すごく長い間やってらっしゃるということなんですけれども、はい、私のね教室の中で一番古い教室なんです。もうね13、14年になります。あ、そんなに長い間やってらっしゃるんですね。そうなんです。もう本当にね、ニュースで春日部の話を聞くと、あら私の教室の春日部と思うぐらいです。春日部でやってらっしゃるというのは、なぜ埼玉県もすごく広いと思うんですけど、なぜ春日部なんですか？これにはねすごく長いわけがあるんですけど、まあ、他の教室に来てた生徒さんがぜひ春日部でやってほしいって言われたものですから、それに春日部っていい名前でしょ。そうですね、はい、だからです。本当に今たくさんの受講者の方いらっしゃっていて、でも埼玉県からも皆さんこう集まって、そうですね、春日部、埼玉県の、まあ、春日部市だけの方とは限らないんですけど、近所 の、 市や町から、はい。それではこちらの教室の今後の目標を教えてください。はい、ここは老人施設に年1回、大体1回ぐらいと思って行ったり、それからこの町で催す催し物に、今度遊学フェスティバルっていうのがあるんですけど、とりあえず近々の目標はその遊学フェスティバルで体験で今の発表会を今練習した作品をもうちょっと仕上げてやりたいなと思ってます。それぞれ皆さんね見えてる目的が違いますので、例えばボランティアっていうとすごくやっぱりボランティアにはボランティアのエネルギーがすごくいるんですよね。ですから頻繁にやるというよりは年に1回ぐらいがちょうどいいかなと思ったりで、ぜひ一度舞台に立つと立ちたいっていう方ねいらっしゃいますので、その方たちの満足もあれしたいしっていうことで、とにかく楽しく健康のためにも朗読はとてもいいっていうことで、私もまあ、できるだけ老体に夢中って長いことやろうかなと思ってます。以上、朗読アンサンブルレモンの会春日部教室、伊藤先生からお話を伺いしました。先生ありがとうございました。ありがとうございました。それではこちらの教室で受講されている皆さんからお話をお伺いしたいと思います。まず一つ目の質問です。朗読を始めたきっかけは何ですか？何かお稽古を始めたいなって考えていた時に、ちょうど春日部市の中から体験教室という
企画がありまして、その参加させていただきまして、伊藤先生の魅力に惹かれまして、それからずっと続けさせていただいております。朗読って素晴らしいなと思います。もちろん伊藤先生も素晴らしいんですけれども、年を取ってきたら滑舌が回らなくなってくるので朗読を選びました。現在仕事をしておりまして、その仕事の中で話す機会が結構多いんですね。ですので話す練習のために参加いたしました。続いての質問です。朗読をやっていてよかったなと思ったことは何ですか？はい、今年で76歳になります。でも、もう私の友達もみんなボケてきてる方が多くなってきましたけれども、私は100歳まで朗読を訓読をしながら一生懸命勉強して、元気で長生きしたいと思っております。はい、長く続けられるものということで、だいぶこういろんなものを探してたんですけども、朗読に出会いまして、読む方の声とか個性とかがかなり出るんですね。ですから同じ文章を読んでいてもいろんな味わいがあるんですね。とても奥が深いので、これからもずっと続けていきたいと思っています。人の前で話すっていうことを覚え、音読というから民話など楽しくこう覚えることが勉強となります。それで自分の心を明るく和めるようにしたいと思いまして始めました。最後の質問です。数ある趣味の中でなぜ朗読を選ばれたのでしょうか？私は長いこと親の介護をしておりました。死なれた時に鬱になりました。その時に春日部市の広報にレモンの会の朗読体験教室の記事がありました。すがるような気持ちで参加いたしました。お腹から声を出す楽しさ、伊藤先生の指導の素晴らしさ、それに惹かれて今まで続いております。私はとても声が小さくて、皆様の前でも少し大きな声で話ができるようになりたいなという思いを長年持っておりましたので、この朗読を選びました。今でおかげさまで落ち着いてゆっくりと話すことができるようになりました。それもこの朗読を選んでよかったと思っております。常々だんだん声を出すことが少なくなったなって感じてた時に、どうせするならば好きな朗読を通して声を出せたらこれは楽しいんじゃないかと思いました。現在も声を出すことの楽しさを十分かみしめて続けております。以上、春日部教室からのリポートでした。皆さんぜひ待ってます。